三四郎作夏目漱石語り金高みゆき1うとうととして目が覚めると女はいつの間にか隣のじいさんと話を始めているこのじいさんは確かに前の前の駅から乗った田舎者である発車間際に頓強な声を出して駆け込んできて いきなり肌を脱いだと思ったら背中にお灸の跡がいっぱいあったので三四郎の記憶に残っているじいさんが汗を拭いて肌を入れて女の隣に腰をかけたまでよく注意して見ていたくらいである女とは京都からの相乗りである乗った時から三四郎の目についた第一色が黒い三四郎は九州から山陽線に移って だんだん今日大阪へ近づいてくるうちに女の色が次第に白くなるのでいつの間にか故郷を遠のくような哀れを感じていたそれでこの女が車室に入ってきた時はなんとなく異性の味方を得た心持ちがしたこの女の色は実際九州色であった三股のおみつさんと同じ色である国を立つ間際まではおみつさんはうるさい女であった そばを離れるのがが大いにありがたかった。かっけれどもこうしてみるとおみつさんのようなのも決して悪くはないただ顔立ちからいうとこの女の方がよほど上等である口にしまりがある目がはっきりしている額がおみつさんのようにだだっぴろくないなんとなくいい心持ちに出来上がっているそれで三四しろうは五分に一度くらいは目を上げて女の方を見ていた 時々は女と自分の目が行き当たることもあったじいさんが女の隣へ腰をかけた時などは最も注意してできるだけ長い間女の様子を見ていたその時女はニコリと笑ってさあおかけと言ってじいさんに席を譲っていたそれからしばらくして三四郎は眠くなって寝てしまったのであるその寝ている間に女とじいさんは懇意になって話を始めたものと見える 目を開けた三四郎は黙って2人の話を聞いていた女はこんなことを言う「子供のおもちゃはやっぱり広島より京都の方が安くっていいものがある京都でちょっと用があって降りたついでにたこやくしのそばでおもちゃを買ってきた久しぶりで国へ帰って子供に会うのは嬉しいしかし夫の仕送りが途切れて仕方なしに親の里へ帰るのだから心配だ」 夫は呉にいて長らく海軍の職行をしていたが戦争中は旅順の方に行っていた戦争が済んでから一旦帰ってきた間もなくあっちの方が金が儲かると言ってまた大連へ出稼ぎに行った初めのうちは頼りもあり月々のものもちゃんと送ってきたからよかったがこの半年ばかり前から手紙も金もまるで来なくなってしまった不実な立ちではないから大丈夫だけれども いつまでも遊んで食べているわけにはいかないので、安否のわかるまでは仕方がないから、里へ帰って待っているつもりだ。じいさんはたこやくしも知らず、おもちゃにも興味がないと見えて、初めのうちはただ、はいはいと返事だけしていたが、旅順以降、急に同情を催して、それは大いに気の毒だと言い出した。自分の子も戦争中兵隊に取られて、とうとうあっちで死んでしまった。 一体戦争は何のためにするものだかわからない。あとで景気でも良くなればだが、大事な子は殺される。書式は高くなる。こんな馬鹿げたものはない。世のいい自分に出稼ぎなどというものはなかった。みんな戦争のおかげだ。何しろ信心が大切だ。生きて働いているに違いない。もう少し待っていればきっと帰ってくる。じいさんはこんなことを言ってしきりに女を慰めていた。 やがて汽車が止まったら、ではお大事にと、女に挨拶をして元気よく出て行った。じいさんに続いて降りた者が4人ほどあったが、入れ替わって乗ったのはたった1人しかない。元から混み合った客車でもなかったのが、急に寂しくなった。日の暮れたせいかもしれない。駅府が屋根をどしどし踏んで、上から火のついたランプを差し込んでゆく。三四郎は思い出したように、 前のステーションで買ったた。弁当を食い出した車が動き出して2分も経ったろうと思うころ例の女はスーッと立って三四郎の横を通り越して車室の外へ出ていったこの続きはオーディオブックの「キクボン」でお楽しみください。